ふちがい祖分は、高栗末期の大魔理氏、将軍。泉がい、祖分、泉が金とも記される。日本初期には、入りか、趣味もしくは二金として現れる。このことから、生の、ふは高栗語の、入りを漢字訳したもの。名の、二祖分は高栗語で、霞と発音したものを漢字で当て字したことがわかる。生は、ふとも、泉ともされる。旧登場。 三国式党が、泉として、淵とは書かないのは、もともと、淵だったにかかわらず、党の酵素の意味名を引きして、類似の意味を持つ文字で代用したのだ、という説もあるが、日本書紀に入りか趣味とも書かれているように、漢字訳はもともと便宜的なものであり、最初から、淵と泉が並行して使われていた可能性もある。四十二年に北方に、千里長城を築造し、 唐の侵入に備えた。その年のうちに唐との親善を図ろうとしていた第27大王、栄戸王、及び入居を各か180人の恩憲派貴族たちを支配し、法蔵王を第28大王に立てて、自ら大魔利氏につき、政権を掌握する。しかし、安史城の上主だった、要晩春が、不違い素分への権力集中を認めず抗議したことから、 淵違祖文分は直接軍隊を率いて安市城を攻撃した。しかし、長期間の攻撃にもかかわらず安市城を占領することができなかったことから、結局二人は妥協するに至り、淵違祖文分は陽晩春の職権を、陽晩春は淵違祖文分を失勢者として承認した。この頃、コウは対外的に緊迫した情勢にあったが、不違い素分は 対外強硬策を取り、高栗に救援を要請するために到来した、白木の近春集を監禁し、白木と党との交通路である東工場を占領した。644年、白木との和解を勧告する党の体操の要求を拒否する。これに激怒した体操が、四区二百民の罪を問い、645年に17万の大軍を率いて、高栗に侵入した。しかし、 陽晩春が安市場でこれを阻止し、64日間の防戦の後、東軍を撃退した。なお、その後4回にわたって、唐の侵入を受けたが、陽晩春はことごとくこれを阻んでいる。一方、643年に唐へ指針を派遣し、同教の同志8名と同徳教をコ栗に持ち込むなど、不違い素分は文化面でも功績を残した。不違 祖文の没年には諸説があり、日本書紀では、天智天皇3年10月とする。彼は息子たちに、お前たち兄弟は、魚と水のように仲良くし、借意を争うことがあってはならぬ。もしそんなことがあれば、きっと隣人に笑われるぞという疑問したが、彼の心配は的中し、高栗は、とうと白らに滅ぼされた。2006年7月から2007年6月にかけ、 韓国 SBS テレビは、不違い素文を主人公とした大河刺激、不違い素文を放送している。日本初期、皇玉天皇元年上、秋9月、大臣入りか趣味殺大王、並び殺入り居よこ,こら百184人、なおも、弟、王子千語民王、も、己同性と主流、金流、ため大臣、ありがとうございます。